こんにちは、原田純です。今日道を歩いていたら拳の花のつぼみが膨らんでいました。もうあっという間に春が近いんだなっていうふうに感じました。寒さももう少しですから、なんとか乗り切りましょう。今日はまたまたちょっとエッチな話をしようと思いますが、皆さんにとってセックスってどういうもんでしょうか。フランス人とかは一番リラックスする時間、一番楽しい時間というのにセックスの時間を挙げているんですが、日本人は一番リラックスして楽しい時間が美味しいものを食べる時で、セックスは4番目ぐらいなんですね。で、なんでセックスがそんな楽しくないのかなっていうと、日本人はなんか真面目な顔して、前にちょっとお話ししたサイレントセックスっていうのがあるんですけれども、お互いに黙りこくってただひたすらやるみたいなのが普通なんじゃないかと思うんですが、それではダメです。男性も女性もああしてほしい、こうしてほしい、これが気持ちいい、こんなことしてみたい、あんなこともしてみたいっていう話が普通にできる関係にまずなって、セックスはある意味で言えば究極の遊びです。それは浮気するとかそういう遊びではなくて、2人にとっての楽しみですね、というものなんですよ。だからそういうその楽しい遊びなので、それこそちょっとエッチな下着をつけるとか、おもちゃを使ってみるとか、そういうことをしながら2人でまあケラケラ笑いながら楽しくしてほしい、そういうふうに思います。そうじゃないとやっぱりセックスっていうのは飽きが来るし、同じ人とばっかりしてたら、まあ同じ人とばっかりするしか普通はないと思うんですけど、私はそれでいいと思うんですけれど、やっぱりいろんな工夫をしてお互いがお互いにとって楽しめるようにしてほしいと思います。これも天賀さんの集計なんですけれども、男性はセックスの時で一番重んじていることはペニスを挿入することと自分が気持ちよくなることが中高年では最も高い、最も大事と考えている男性が多いことになってます。で、若い人ほど相手が感じているかっていうことに重きを置くようになっていて、やっぱ中高年男性っていうのは自分のことしか考えてないんだなというのが数字ではっきり出ています。それじゃダメです。2人ともお互いに楽しむ、それが前提です。ですから相手がどう思ってるか、どう感じてるか、相手が楽しんでいるか、それを常に男性も女性も気にしながらセックスをしてください。今日の話はここで終わりにします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。